清滝寺は、高知県と佐市にある新言集豊山派の寺院。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所第三十五番札所。本尊新言、おんころころ仙りまとうに相和か御栄か、住む水を汲めば、心の清滝寺波の花散る、岩の羽衣寺伝によれば、養老七年行記が、本尊薬師如来を刻み、寺を改装し、影山ひそか 駅小寺のと称したという。その後空海が、巡釈、五国宝上を祈願して、山中で十七日の手法を行い、満願の日に金剛杖で、前の段をつくと清水が湧き出て、鏡のような池になったことから伊王山鏡池院、清滝寺と改めたという。平城天皇の第三王子である、光学親皇は、く子の辺に連座したことから仏門に入り空海の弟子となり、 新女と名乗った。上岸三年に本寺に木すずし、逆手塔を建てた。江戸時代は繁栄したが、明治四年廃寺となり、同十三年再興された。三門の天井三門の先にも石段が、鈴木境内に至る。山道の右に赤い消防車、さらに庭園があって、中に首廊が、その奥に、客殿、農協所がある。正面先の右手に長ズバ。 左には大きな薬除け役史如来像が立ち、さらに石段を登ると本堂が立っている。本堂右手には小安寺蔵村、琴平社市、裏手には滝と池があって水寺蔵村が祀られている。本堂左の回廊続きに大師道があり、その左に地蔵堂、観音堂が大師道の石段を下ると両脇に観音像、修行大師像があり、 この南西に、高岳新能逆主島のある入らずの山がある。重要文化財史跡兼保護有形文化財、県指定史跡と佐市有形文化財、鉄道バス道路赤いの泉赤いの泉地図。ありがとうございます。